はい、毎度どうも恐縮です。君安と申します。ファイナルファンタジー16やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回はメインストーリーの迫る黄昏ですね。長年の宿敵、鉄王国との戦を控えるロザリア公国。フェニックス・ドミナントでもあるジョシュアを守るため、クライブは出征を決意する。で、目標か。越権の前向かうですね。あ、ドミナントっていうのは、要するに、召喚獣を宿す人間ってことかしら。そういう解釈でいいのかな。多分そうですよね。なるほど。まあ、とりあえず、行きましょう。父上、殿下である父上のとこか。行きますか。いつでも立てるよう、支度は万全にな。こっちは閉じてるか。あ、閉じてんだ。それじゃあ、裏口に回りましょう。裏口ってどこ？お、すごい。チョコボなのかな、名前。チョコボっぽいですよね、なんかでもね。かわいい。かわいいな。かわいいけど、ちゃんとこう、なんか、こう、戦闘用というか、戦用の仕様になってます、なんかね。どこに行くんだ、これ。こっちか。あ、なんかアイテム押してる。マップに押しているアイテム。マップにあるキラキラした家系に触れると、押しているアイテムを入手することができる。ポーション。ありがとうございます。どっちか行くの、これ。あ、こっちか。気をつけろよ。ああ、これはクライブ様、お目汚しをしてしまい申し訳ございません。何をやってるんだ。レアラーの虫。余計なことをしたようだな。いえいえ、滅相もございません。あなた様からお言葉を賜るなど、奴隷の身にあまりある光栄。この国以外では声どころか見ることすらしていただけない。ロザリア公国のベアラーたちはきっと大陸一の家宝者でございましょう。二人とも顔を。おい、こら、そう強く当たるんじゃない。ははクライブ様の仰せのままに。これからも国のために励んでくれ。いいな、体も痛いよ。優しい。それでは失礼いたします。ああ、わかった。さあほら、仕事に戻るぞ。優しい。ベアラーっていうのはなんか奴隷の人たちがもう身分的な感じなのかな。ちょっとよくわかんないけど。幽霊の支度をしてるわね。トルガル、腹でも減ったのか。お腹すいたんだ。あ、そういうなんかキラキラしてるものがありますよ。ちょっとトイレに行こうじゃないの。お、ロザリア兵、お話があります。先ほどの手合わせ拝見しておりました。将軍から一本取るとはお見事です。いえいえ、そんなことございません。ハイポーション、アイテムのセットってできたよね、なんかね。あ、されてるわ。これで戦闘中でももうハイポーションとポーションがすぐ使えますよ、これね。よし、取るもん取ったし、そこのなんかメラメラしてるのなんだこれ。今年の小麦の収穫はどうかしら。戦続きで備蓄が心配。なんか話できる。ベアラーの主。飲み水についてはご安心を。ベアラーに魔法で供給させております。ほう。
魔法で供給。あー、なるほどね。そう、確かに魔法で送ってるわ。でここで水がこう出てくると、すごいいいなこれ。うちにも欲しいな。さあここですね、開けます。こっちは寿司町の庭園。ジョシュア、ジョシュア兄さん、戦が不安か。フェニックスの力でみんなを守らなくちゃ。でも僕は。大丈夫だ、父上が導いてくださる。それに俺がお前を守るさ。そうだね、ありがとう兄さん。優しい、優しい兄だ。女子はなんか体が弱そうですよ、なんかね、病気か何かでね、うん、ちょっと気の毒な感じだけど、でもフェニックスを宿ってるみたいですよね。うん、でもどうなんだろう、召喚獣みたいになっちゃうのかな、女子はもね。このままでいてほしいけど、なんかとりあえず引くか。ジョシュアの身の回りを第一に出す。アナベラさん、お母さんだ。いいですね。はい、仰せのままに。声震えている、震えて怯えてんのかな。入って大丈夫これ。お母さんと話ができないんだ。大きな扉やでは動作するには、バリスゼアの各地にある大きな扉やでは、X でバスボタンで調べたのに R2 を流しすると動作することができる。こうか、ガシャーンって感じで開きましたね。ここアイテムないの。その辺に、あ、もう行けなくなっちゃった。頑張って。かわいい。お召しにより参上いたしました。何なりと。ここにアナベラはおらん。楽にしろ。それで北部に変わりは、見渡す限り黒一色だ。数度の月が沈む間に北部の多くが黒の一帯に飲まれた。あれは遅かれ早かれ直轄領に及ぶ。そんな。この首都ロザリスはすでに北部からの移民であふれている。南部のポートイゾルデに回すにしてもじきに限界を迎えるだろう。すべてが起こってからでは遅いのだ。早急に動かねば。鉄王国と戦を、もはや小競り合いでは済まないでしょう。私有を決する時です。こたびこそドレイク・ブレスを奪還する。かのマザー・クリスタルの加護なしに我が国を守ることはできぬ。マザー・クリスタルをめぐってまた戦が始まる。明日フェニックス・ゲートに出向く。しきたり通り戦ごとの典型を仰がねばならん。ジョシュアのナイトとして私も。その前にやってもらいたいことがある。ロドニー、ここ最近領内で北の蛮族が相次いで目撃されているのをご存知か。スティルウィンド湿地にゴブリン族がいるという噂なら。よろしい。それでは腕利きを二人預けます。明日クライブ様にはスティルウィンドへ向かい、その調査を行っていただきたい。完了次第フェニックスゲートで合流を。
手柄を立ててアナベラを黙らせておけ。ん？おう。承知いたしました。いいこと言うね、お父さんね。話は以上だ。今日のところは早めに休め。はい、失礼します。機能紹介、アクティブタイムロア、タッチパネルを長押しすることで表示されるアクティブタイムロアでは、演出上の重要用語となるキーワードを進行に合わせて確認することができます。長押し、おお、いいですね、これね。あ、ちゃんと出てんだ。これはありがたい。マザークリスタル。バリスジアの方々に鎮座する5つの巨大なクリスタル。クリスタルを生み出す源として、マザークリスタルと呼ばれるようになった。周辺の土地はエーテルの流れが活発で、魔法を潤沢に使うことができる。その一線勇気をめぐっては、常に国家間の争いの種となっている。そりゃこれ欲しがりますよ、皆さんね。なるほどね。要するに魔法の源だ。鉄王国は、まあ、敵対する鉄王国ね。マザークリスタル、ドレイクブレイスを占領し、隣国のロザリア公国と対立してきた。いずれの国とも国交を結ばず、独自の文化を築き上げている。ああ、これがドレイクブレイスって言ったやつだ。要するにそのマザークリスタルを奪還するわけですね。その、なんか黒の一体、にこう侵食されてるわけだからね。それを防ぐにやっぱそのドレイクブレスが必要なわけなんだね。なるほど、わかりました。じゃあとりあえず休めと。あれ、これ上か、上か。でその前にクライブはゴブリンの調査って言ってましたね。なんか結構野蛮な感じがするけど、結構その力は未知数ですよね。怖いな、なんか逆にね。おっと。お帰りなさいませ、クライブ様。いえいえ。どのくらいかかるのです？長くはない。四五日といったところだ。ジョシュアも同行を？お前とてロズフィールドの血を引くものだろう。忘れたわけではあるまい。戦の前にはフェニックスゲートで天慶を仰ぐのが古くからの習わし。それができるのはドミナントたる。ジョシュアのみだから。何です？あの子は体が弱く。そんなことは分かっている。だがフェニックスのドミナントである以上、太鼓を継ぐ身だ。ジョシュアには何事も慣れさせておかねば。エルヴィン、心配するな。クライブがついている。あいつも一発の兵士になったとはいえまだ15なのだぞ。少しは気にかけてやれ。あの子は嫡男として生まれながらフェニックスを宿さなかった。取るに足らぬただの人が我が太后家に必要だと。でもこれが原因なのかな。わしもただの人だ。あなたは太后、このロザリア公国の国主です。またその話か。力を持たぬわしが太后の座にあるのは先代たる父上が創生したからだ。ジョシュアが成人するまでの仮初めの地位に過ぎ。それでもあなたは太后の座についた。我らロズフィールドの地に、恥じぬ地位に。類いまれなる尊き血を冒涜しなかったわ。
受け継いだ血が一体何になる。そんなもので国を、民を守ることなどできるものか。明日は早い。もう休むぞ。明日は、こう立てなければ。願い事？ジル、もうそんな年じゃないよ。すぐに寝るさ。さあ。明日はクライブも行くのね。ジョシュアのナイトだ。あいつを守ってやらなきゃ。あんな体で無理して、俺は変わってやることもできない。クライブ、それだけじゃない。父上から受けた別の命もある。じゃあ、クライブたちが無事に帰れるように、メティアにお願いしなきゃ。また戦が始まるのね。ここでの生活が幸せだから忘れてた。私の国との戦だけで終わりじゃないって。戦はずっと続いていくんだって。そうだな。次は多分大戦になる。でもクライブなら大丈夫よね。フェニックスの祝福を授かってナイトになったんだから。冷えてきた。もう寝ろよ。さあほら。おやすみクライブ。すまないアンブロシア、今日は狩りじゃないんだ。アンブロシアって言うんだ。大丈夫、儀式はきっとうまくいくわ。うん、頑張るよ。いってらっしゃい。あ、チルは心配してるんですよね、純粋にね。うん、心配かけさせたくないけど仕方ないよね、戦だからね。これよりフェニックスゲートに出発する。皆にクリスタルの加護があらんことを。我ら炎の神、不死鳥の盾とならん。殿下ご出立、開門。開門。さあ、いよいよ出陣ですね。出陣というか出発か。
クライブ様、任務の間この子をお預かりしますね。頼む。お、いい武器持ってるな。俺たちも支度できました。クライブ様とご一緒できるとは光栄です。今回の名目は調査だが、現地で戦闘になることも十分に考えられる。ゴブリン族は凶悪だ。舐めていると痛い目を見るぞ。了解です。蹴散らしてやります。また言ってるわって顔してるこの相方は。どうかよろしく頼む。はい、いい表情だな。尽力します。では行こう。クリスタルの加護があらんこと。さあワードマップで移動か。お、機能の紹介。ワードマップではLシックでカーソルを操作して通常のアイコンを選ぶことでバリスエアと各地で移動することができる。なるほど、これ簡単だな。いいですこれね。ちょっと手間が省けていい感じだ。でステリーウィンド、ロザリア国公領、黒の一帯の侵食によって荒廃した地帯をここに移動するわけですね。はい、ということでございまして、今回動画ここまででございます。ご視聴ありがとうございました。また次回もやっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。